じゃかくすけです。やっていきましょう。両手いっぱいに芋の花を。続きです。前回ね、ついにゴーレムを倒し、さらに下の方にいた、下の方にいたわけじゃないけど、極東をね、治水極東を倒すことができました。で、それでもね、バリスタの矢は見つからなかったから、あれってことでいろんなところを探そうとしているところで、この人がね、出ていることに気づいたので、お話を聞きましょう。こんにちは。私はここで待たせてもらおう。足手まといなのは自分でよくわかっている。家族について、我が兄の魂を…あの方の妹さんか。結構年齢上がっているんだな。あれから結構しばらく時間経った。魂だったのか。妹を助けてくれみたいなこと言ってたんだよね。心より感謝している。ありがとう。何十年も暗闇をさまよっていただろうが、これでようやく眠りについたはずだ。本来なら妹の私がすべきことだが、結局成し得なかったことだ。この恩には必ず報いる。あー、すみません、全然気づかなかった。調査隊の評判について、そなたらが迷宮の内外で島民を手助けてしているのは私の耳にも入ってきている。リーダーは村の野良仕事までやっているそうではないか。そう、チーフちゃん頑張ってくれてます。いろいろ私の見てないところで。そなたたちはよそ者だ。講演をするには島の年寄り衆を納得させなければならない。本来ならそれはとても骨の折れることだが、彼らは私の提案に二つ返事で同意したよ。おお、やったー。やっぱいろんなところでチーフちゃんが頑張ってくれてるからかな。自分自身について、いかにも私がサンセット四代目だ。え、サンセットってなんだっけ。島民の錠前を跳ねて村長らに酒盛り代として配ってはチヤホヤされてきた。救いようのない人物としてこのまま穏やかに一生を終えるのかと思っていたが、そなたたちが来てそういうわけにもいかなくなったようだ。これからはよろしく頼む。そんなに悪い人じゃないだろうから、いろいろ悩みながらやってたのかな。迷宮の秘密について、ところでこの通路の突き当たり、階段の手前に一ブロックくぼんだところがあるだろう。おお、そこの壁、照明もないのにやけに明るいと思わないか。壁をよく見てごらんよ。塔を数えるくらいの間、動いたり振り向いたりせずにじっと、きっと面白いものが見れるさね。あ、そうやって見つけるんだ、隠し扉って。くぼんだところ、あ、ここか。あー、そういう微妙な明るさがあるところで隠し通路が見つかるんだ。壁をよく見る。わ、やったー。隠し通路あるんだね。改めて思うけど、ダンジョンなんだねこれ。おとぎ話みたいね。こういうのきっとここだけじゃないと思う。地図をよく見てみましょう。不自然に空白地帯になっているところがあれば、隠し通路の存在を疑ってもいいかも。よしよし、通路を壁に見せかける。強力な暗示がかかってるよ。さっきみたいに壁をじっと見つめてみてね。塔数えるくらい、動かずにね。壊すとかじゃないんだ。やった。毛織物工房の看板。この島の旧支配者。へえ。昔は毛織物で発展してきたんだ。あ、そんな感じで見つけるのか、隠し通路。へえ。あ、ここら辺も絶対あるでしょ。あ、こっから行けるな、絶対。だから、まあ一回精神力回復するか。拠点に帰って。あ、もう回復してたか。はい、じゃあそのまま行こう。で、まっすぐプロロロッと行って、こっちだな。あ、いや、ここ登るところだ。あ、じゃあ、加速器、ウィル・オウィスプ、レベル35。加速器って何？あ、ハームタッチだ。オッケー。
過疎劇ウィル・オ・ウィスプ、非業の死を遂げたものの四年体だっていう人もいるし、ただのエレメンタルに過ぎないっていう人もいるよ。何にせよ倒すと消えてなくなる寸前に大爆発を起こすから、普通に戦っちゃダメだよ。なんて厄介なエナジードレインね。うん、エナジードレインは生物にのみ有効で、これも生物にのみ有効だよね。あ、これはもう自爆ダメージ率50、ちょっと辛いなこれ。誰かしら耐えていないといないいけないな。攻撃は一応非生物のやつ食らわない限りは大丈夫なんだけど、どうすりゃいいんだ、普通に戦ってちゃダメだよってどうすればいいんだ。技能で耐久とかをせいっていうことかな。どのくらい体力あるか知らんしな、この人。仮装をするでしょ。いや、これ浄化で全部倒せるんじゃない、一気に。仮装を使って あの手のやつは食らうんだっけ。そうね手のやつは食らう。まあ、耐久すりゃ大丈夫でしょう。他は平気だからガードした方がいいかな。ガードしておこう。一どうだ、倒した、よし耐えたね。 OK です。シルクちゃんが毒か、毒あげようかな。でも、あ、ごめんなさいね。精神力減らしたいね。足払いの。突進付き。バリスタのボルト来たー！よし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 。でもなんか、隠し通路他にもあるから探すだけでも探したいなー。なので、地下2階、あ、地下2階。あ、でも、なんか、隠し通路の場合、バペペペペってなってたよな。から普通に壁が終わっているやつは隠し通路じゃないような気もするし、そうでもないような気もするな。不自然に途切れてるとこあるもんね。やっぱ地下2階行こっか。あ、そっか、ペペペってなってたと思う。結局あの壁だったね。壁じゃなくてあのあれだったね、一段高いだけだったね。だから隠し通路はやっぱりじっとしていいかも。うん、普通に壁として扱われてるんだな。重いグリーブ。キックスライディング、あんまいらないなこれは。やっぱちゃんと壁扱いになってるんだ。あとこっちだな、ここもあるねきっと。今回のパートはひたすら隠し通路を見つける回ですね。あ、君じゃないんだ。こう、あ、これはそんな不自然に明るくはないけど、どうかな。あー不自然に明るいわけではないんだな。あ、つけられる、オッケー。あ、はしご降りられるじゃん。騎兵狩りのボブジェ、ボブジェ。回避マイナス。あ、いらないな、両手斧。うわーい、やったー。ん？あ、はしごを下ろしましたよっていうことか。うーん、対してそんなことはない。あ、これもどうかな、これどうかな。あ、こっちもなんかあるな。でもちょっと待って、1階2階の方を探したいな。ここね、ここあるんじゃないの。こう行って
ない？あ、ないかも。あ、あった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 。よーし、アトラスだ。はぁ、あ、あの人に気づくのが遅かったんだな。弱いな装備。え、んで、2回分は終わりかな。3回行こう。地下3回行こう。せっかくだからさっき開けたところから行こう。うん、よし。で、ここね。あ、ボスがいるところだな。これエレベーターで行った方がいいかもしれんけど、こっちから行くか。ほい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 。で、あー違うな。こう行って、カンカンはいいのよ。カンカンはよくって、ここだ。今回は、隠し通路を探し続ける回だね。お、上級パイロマンサーがいるな。頑張ろうね。そうかい、そうかい。上級パイロマンサー、炎に見入られた魔導士だよ。魔力をぐんぐん加速させて火球を連射するつもりだよ。炎耐性がないと辛いはず。ほら、このフロア、あれがあったよね。あれがあったな。一回逃げようか。確定。最近このメンバーで行ってるからね。あ、水、こっちを向かせましょう。左、うん、水をかぶり、でも、正面衝突する。あ、でも大事か。何ターンかずっと効果あるからね。うん、正面衝突で行った方がまだマシかもしれん。あ、ハームタッチじゃないな、それは。魔力捻出か。トランス、うわー、これ一気に片付ける必要あるな。はい、こうやって、攻撃するしかないな。このメンバーには微妙かもしれんな。うわー、体力半分にしてきた。あれは一旦耐えるやつでしょう。これ一回倒しちゃいたいな、先に。でもザグさんはさすがにガードか。この二人でやれない？ドン！あ、足りんか！ぐわっ！強っ！あ、強すぎませんか？これ。それは確かに濡れてないとダメかも。うおー強ーい。恐怖の強さだった。編成しましょう。あ、音楽が変わっちゃった。ま、今のメンバー悪くないけど、今回シルクちゃんがいる必要はないな。ま、いつもどう、あ、ポコリンがいる必要ないな。ザグシルクピムか、ソードくんで一気に片付けるか。ザグシルクピム、火力で一旦で終わらせてみよっか。ソードピム、もう一人誰だ。ジールか。いや、炎耐性強いんじゃないかな、あの人たち。使うだけあって敵か。使うだけあってさ。ね、火炎耐性あるよね。火力でいくとこの3人なんだが。火力でいくとこの3人だな。炎耐性つけられてるってなると、ハームタッチもほぼつけてないしね、ジールさん。ポコリンちゃん
コリンちゃんの技って非生物なんだよな。やっぱジエルさんで行ってみるか。お試しだな。よし、どうやって行くんだっけ。3階だったよね。3階の、エレベーターから降りれば簡単だな。エレベーター3階から降りられれば。バイバイ。よし、ここで水をかぶり、いや、もう耐久しないってなったらやっぱ途中隣からさ、いきなり仕掛けた方がいいよ。技能、さあ行け、回転切りだ。回転切り、技能。どうしようか。呼び出しよりも先に倒せだよな。攻撃。技能。ロックナイフを持っている。あ、もうか、もうかで一歩か。ピッドーン。えい。あ、意外と食らわせられない。意外とだな。2ターンでやらないといけないんでしょ。投げ払い、攻撃。まあそうよな、ソードくんが弱いんだろうな、単純に。うえー、もうダメだ、もうダメだ。ギノ、パリーです、パリーです。パリーしてギノをローリングです、ローリングです。ほい、ジルさん先にやっちゃって。やれないか。ローリン、ローリン。いやでも惜しかったよ、結構惜しかったよ。ソードくんさえ強ければなんとかなるんじゃない。なんかなんとかなった気がするよ今の。火炎耐性ボロッボロ。恐ろしいほど火炎耐性が低いねみんな。こりゃもう押していくよ私は。ソドクのレベルが低いのが一番の問題だよ。他のところを先行こうかな。うん、それは最後にしよう。じゃあ4階は4階、あー、そこに不自然な穴が1個だけある。どっから行くのがいいかな。そこは不自然な穴っていうか、そこエレベーターの穴か。エレベーターの穴なら、うん、行けなくても仕方ないかな。うん、仕方ないと思うな。うん、ここにもなんかあるかもしれないけど分かりづらいので、他のところ行こっか。うん、拠点戻って探索データのここ、ほとりと、あ、そこの穴ってなんだろう。あ、ここ行けそうだな、中層と。あ行けるね。とりあえずほとり行こう。よし、いや、ここの曲いいよね。と、1階分降りていいでしょ。上りか、上って、あ、ここだよ、ここしっかり見るんだぞ。なんかあるでしょ。よしよし、お、キラキラがある、鉄だ。で、戦使いのケープ、わーい、わーい。いや、攻撃力上がるな。え、あ、ここ網網なのが変わんないのか。よしよし、で下側のこれも怪しいよね、ここだな。いらっしゃい。うん、いいかな。
し、ここからブーンと行って、ここかな。いや、ここじゃないな、多分。ここではなく、こっち側だね、多分。うん、ここでしょ。でてれてててれてててれててててて、よし。今のところ100発100中よ。なんか強そうなのがいる。うわー、ハイトクインプ。レベル40だ。こりゃ負けるぞ、ソードくん。このメンバーじゃ無理よ。奇病や毒をばらまいて、それを火種に炎で消毒されるよ。悪い状態が重なってるほど火力上がるから気をつけてね。あ、そういうやつか。急所狙いの、ありゃなんだ？酸の雨だよ。これ自体も痛いけど、装甲がボロボロになって防御性能が下がるよ。髪の毛痛むよ。それはいかんね。あ、でもみんななんか被ってるから大丈夫。嫌な感じだな。俺自体も痛いって言ってたから痛いんだろうな。ありゃなんだ、手先が器用になるポーションだよ。道具を使う技の魅力が増すよ。うわー、ダメだこりゃ。無敵の強打、回転切りだ。パーリー、ローリン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 からの、ガードしかないな。はい、頑張れ。いいぞ、ローリン。燃やされる。どうしよう。パリー。パリー。あ、これは、密着し、短距離射程か。じゃあ無理だな。ガードするしかない。大抵の守り。キム君はローリンできるでしょ？で、召喚します。多分勝てないけど、できるだけ頑張るぞ。あーはー、やはり炎なのか。恐怖の炎だ。ローリン、ローリン。で、エナジー吸い取っとく？でも、生物、あれ、生物か？違う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 。あれ、生物じゃないよな。異生物だよね。魔力注入。いけー。ブオー。ローリン、ローリン、食らった！食らったなー。ガード。いやー、結局炎対策か。結局炎対策なのか。これは仕方ないな。ソードくん鍛えつつ、あー、どうしよう。これは装備変更かな。素直に装備変更するべきかな。あ、でもソードくんさえ鍛えれば、あれは一気に倒せたような気がするからね。まあ、装備をね、上げるだけでもソードくんいける気がするな。次回とりあえず装備を鍛えて、とりあえず、炎の、あれを倒しに行こうかな。では今回はこれで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。